さあ早く撮るよ撮るよ撮るよ、今日はとっても僕が好きな動画だよ。こんにちは、佐藤ひろです。イエーイ。うるさい。なんでそんなにテンション低いの？めちゃくちゃ眠いんでしょ。じゃあこれ食べて寝てください。ということで今日は僕の大好きな丸亀製麺からテイクアウトが始まったということで、めちゃくちゃ買ってきました。じゃじゃーん、初めて見たこんな袋も。じゃーん、ということで、はい、出していきましょう。天ぷら、うどん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 ということで、とりあえず今日はですね、4つ買ってきました、うどんを。で、1個はゆいさんのただのお昼ご飯用ということで、まあ、とりあえず今日は限界食いしようかなと思って、冷たいぶっかけうどんの波を3つ買ってきたので、え、なんで電子レンジになってるけど、ご飯食べるの？ということで、初めてテイクアウトしたんですけど、こんな感じで、麺とつゆがちゃんと分かれてます、これ。セパレートタイプになってて、茹でられたうどんなんですけど、まあ、コンビニのうどんみたいにね、蓋外して、汁にぼちょんって入れたらもう食べられるみたいな状態になってるんで、こんな幸せなことないよ。家で丸亀のうどん食えるなんて。なので今日はとりあえず3玉を食べたいと思います。まあ、今日はね、天ぷらもいっぱい買ってきたんで、うどんだけじゃないんですけど、いろいろと食べていきたいと思います。もうワクワクが止まらねえよ。さあ、ということで、天ぷらこんな感じでございまーす。エビ2個とちくわとかしわ天を買ってきました。よっしゃ。まあ、多分波2杯は余裕なのよ。多分3ぐらいが普通に食べたら限界だと思うんだよね。いいですか？食べますよ、僕。アレンジがすごいね。大葉入れて。それでは、いただきまーす。いただきまーす。これもう秒でなくなるからね。どん。今日は一緒にご飯食べる。ベロが喜んでる。久々にこの味を味わえて、ベロが喜んでる。もう一玉終わるんだけど、飲んでるよ、もう。うどんは飲み物だよね。いや、噛むもの。噛むもの。前回の査定ラジオの動画で言ってたウニでしょ、これ。そう、食べちゃうね。はい、一杯目、ごちそうさまでした。おかわりください。自分で用意します。やばい、これえ、マジで実時間にして多分4分ぐらいだよね。4分もかかってないかな。いけちゃうのよ、このペースで。うどん本当にやばいと思う。好きすぎる。さぬきうどん好きすぎるのに、香川県まだ旅行したことないからね、早く行きたい。花丸うどんだとさ、小が1玉、中が2玉、大が3玉っていう、謎のトリックあるじゃん。丸亀ってどうなんだろうね。 1.5 玉なのかな、大とかは。じゃあ2杯目いただきまーす。うん、天ぷら食べてどうぞ。うまっ。いや、だいたい波食べられないんだけどさ。ん？一人で。うん？うん、いつもあげてるじゃん。うん、いや、いつもおにぎりとか余計なもん食うじゃん。うん、マジ、家の横に丸亀あったら週4ぐらいで行く気するわ。噛むわ。だってこれめっちゃ足りなかったかもしんない、マジで。待って、ほらもう2玉目こんだけしかないの。残りこんだけ。3つで満足できるかな。今日足りなかったら店舗で撮影させてもらうときにもっと食えばいいわけでしょ。本当は4月の頭上旬ぐらいに丸亀製麺の店舗でね、ちょっと撮影許諾取って撮影できるようにしてたのに、ね、コロナがさ、大流行しちゃったじゃん。だからちょっと撮影断念してて、今ね、丸亀さんともお話しして延期にしてもらってるんですけど、早くやりたい。やった。その時は見守っててよ、これ。ここに食事してるけどいい？うん、いいよ。はい、2杯目完食しましたー。やばい。ちょっと自分が怖い。怖いよね、今ね。俺もちょっとどうなっちゃうんだろう、この後って感じしてんだけど。おかわりください。はい、自分でやりますけどね。いや、3は余裕だったかもな。あと天ぷらあるから、ご飯もあるし、うちに。ちょっとそれで我慢するわ。でもまあ、ここでストップって言われたら、満足できるくらいの胃ではある。まあ、6ぐらいかな。順調に3ずつ増えてってる、今。だから多分4、5杯で限界だと思うわ。この人ゲップした。カットしてんのにわざわざそういうこと言うの。では3杯目いただきます。波ってやっぱ少ないな、ちょっと。うどん好きからしたら麺の量についてですが、波は 260g から 280g の間らしいよ。ってことは1人で260だとしたら、一番少なくとも780g、 4杯食べたらいけちゃう。だから俺これ多分天ぷら食べたら普通に一人で1キロ食ってるわ。ん？え？何？食べれない。お腹いっぱいなの？うん。ご飯食ったからでしょ？うん。ふんじゃないよ。ウニご飯ならもう一杯いける。うどん食え。では、3杯目。
最後の一口いただきまーす。うん、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 今日はちょっとここでやめときますな。これ以上は次の機会に取っときは、4杯目以降は。はい、ごちそうさまでした。天ぷら取ってきましょう。油物こっからはさすがにきついわ。僕の丸亀の好き度が分かっていただけたでしょうか。丸亀製麺の方、ぜひよろしくお願いいたします。いつでもテレビ CM お待ちしております。じゃあちょっとまた次回うどん会やるときは店舗で僕の限界食い何10杯チャレンジちょっと見守っててください。行ってらっしゃい。コンディションがっつり整えていくわ。バイバーイ。次回は店舗で。バイバイ。